どうも、占い師のゲッターズ井田です。アシスタントの奥万です。さあ、本日は栃木県の30代後半女性、プードルさん。はい。私はドッグサロンを経営して7年目になります。まあ、いいですね、プードル。本当に、ね、ワンちゃん好きなんだ、ね。下積みからですと15年ほどこの仕事をしています。長いね。幼い頃からワンちゃんが大好きで、小学生の卒業アルバムの将来の夢にトリマーと書いていたほどで、自分でも転職だと思える仕事です。えらい、素晴らしい、すごい。なかなか知られていませんが、かなりの体力仕事で、私の年齢でこの仕事を続けている方はあまり聞きません。そうなの、ね、そうなの、30代後半でやめてんのみんな。私自身目、腰、首、腕を故障し、利き手は2度手術もしました。スタッフを育てようと努力しましたが、妊娠や私と同じ理由で辞めていき、今いるスタッフも次のスタッフが見つかるまでは頑張ってくれていますが、2年ほど募集しても全く見つからない状態です。そろそろ体の限界を感じていますが、15年培ってきた知識や技術を活かせなくなること、やりたいことをやれなくなる不安、なんせ本当に仕事を生きがいとしてきましたので、お店を閉めるタイミングと気持ちの整理の仕方をアドバイスしていただきたいです。へー、閉めるっていうことはもうほぼ決めてるんですかね。体力的なもので限界、あ、でもイルカだしね、昨年の末でも限界来てるね。金イルですか。金のイルカ、Kindle ね。Kindle。Kindle ね。Kindle。Kindle ドルフィンね。ああ、まあそうだね。占い上ですと、はい、今年来年耐えてくださいがあるけど、まあさすがに限界もあるので、切り替えるなら今年の夏。今年の夏。いや本当はここ引き際じゃないですよ。あ、そうなの。できればもう1年やってからの方が。おすすめなので、はい、ただその体力とか体の問題がもう無理だったら、あとお客様8月9月に一旦閉めるか、はい、次の仕事をするのがいいと思います、はい、で、今年はそうですね、これまでずっと違う、トリマーっていうものをちゃんと経験があるんでしたら、今度教えるとかね、指導で先生になる、まあ、学校級に作れないかもしれないけど、なんだろう、でも学校でありますよね、そういう、あるある、学校を売ってるところに受け入ってみて採用してもらえないか、うん、そうそう、講師をやってみるか、うん、まあでも素人がやるのは難しいんだろうな、家で簡単できるやり方とか、するとかね。15年ほどね、こんだけやってたら、15年待ってたらそれだけのスキルあるんだったら人脈もあるはずですから、そこからつないで、まあでもトリマーっても大変なのか、そんなに、まあもう体が悪い場合はそんな無理お勧めしませんので、切り替えるなら来年で、もしかしたら復帰するかもしれないです。ここに 2,3 年ちゃんと休んで、2019、20、21、22年にもう一回したら、トリマー、まあ、さっき言った教えるのか、ちょっとお手伝い的なものでできる可能性があるので、一旦その体のことを、まあ、大変でしたら一旦ちょっと回復ないし直して動ける、まあ、体力作りするとかね、基礎体力ちょっとないもし持ってますんで、一旦それをっちの方をやってみるといいと思います。閉めるなら8月9月、それがちょっとダメだと本当だったら来年の2月3月、来年の3月までちょっと頑張ってみて、はい、ちょっと体調面が心配なので、無理せず頑張ってください。以上ゲッターズでした。あ、奥間でした。